このチャンネルは、沖縄の旅行とか移住とかに、お役立ちする情報を、お届けしている YouTube のチャンネルになります。はい、今回なんですけども、結構我々が運営しているそのウェブ情報メディア沖縄ネットの中でも見ている人の数が多い記事の内容をちょっと、お話ししていけばなと思います。沖縄の天気予報に関するのが、すごく多いです。っていうのも沖縄の天気予報は当たらないっていう噂が、多いので、その真意について、ちょっとお話ししていこうと思います。ズバリ沖縄の天気予報は当たらないのかっていうことに関して、結論から言うと当たらないです。結論から言うと、でそれは 100% 当たらないのかっていうのはそういうことじゃなくて、あまり当てにならないっていう表現の方が近いです。沖縄はとにかく天気が変わりやすいです。さっきまで晴れてたのに急に雨が降ってきてまた晴れるみたいなことは、余裕であります。あ、確かに。でそれはその旅行シーズンでもあるこの今のシーズンであるとか夏のシーズンっていうのは、余計それがあります、やっぱり夏は天気変わりやすいんで、それはやっぱり本土の方も一緒だと思うんですけど、沖縄は、その色がめっちゃ強いです。とにかく天気は変わりやすいです、例えば旅行の前日とかに天気予報を見て沖縄は明日は晴れですって出て、おーやったーって言って行って雨なんて余裕でありますけど、悲観してほしくないのがその雨すらもすぐ止んだりします。まあ、要するに天気予報が晴れって出ているから、もうその日の天気はずっと晴れですみたいなことっていうのがないっていうことですね。なので沖縄の天気予報は外れるか当たるかっていうと当たりにくい、なので当てにしない方がいいです。沖縄は晴れたらどこ行ったらいいのかってもう分かる、海とかだと思うんですけど、雨降った時はどうしたらいいのかっていうのを迷われる方がめっちゃ多いんですけど、これは結構難しくて、沖縄らしいものを感じたいとかっていう場合、やっぱり晴れてる必要性ってものすごい高いんですよ。例えば海を見たいって言ったら晴れてないと海基本的に綺麗にならないので、例えば今日の海とかでもまあ、こっち見えてるんですけど今すごい曇ってるんですよ。なので海は沖縄の海めっちゃ綺麗みたいには基本的にならない。やっぱり濁ったりしますし、やっぱ光を通さないと青さって出ないので、なので雨の日にじゃあ沖縄のどこに行けばいいのかっていうのは結構課題、なんかこうどうしようどうしようって思う人多いんですけど、まあ一つめっちゃ有名なのが、美ら海水族館。美ら海水族館は全部室内なので、美ら海水族館いいですよと。でもこれってすごいベタというかメジャーなんです。で沖縄の海に行けないんだったらせめて沖縄のグルメとかそういったものを楽しみたいって人が多いと思うので、僕が個人的におすすめをしてるのは牧志公設市場っていう市場があるんですよ。っていうのも、もうすごい長い商店街みたいな感じです。で牧志公設市場はむっちゃ昔から沖縄にある商店街で食べ歩きができます。沖縄の食べ物の。でしかも、それってめっちゃ田舎とかにあるんちゃうか、なんか全然知らんとこにあるんちゃうみたいな、思われる方多いんですけど那覇にあるんですよ。で国際通りって多分知ってる人多いと思うんですけど、国際通りっていう那覇のメインストリートの裏側にあります。なので沖縄の中心地にあるのに知ってる人が少ないっていう結構穴場的なところはあります。でお土産とかもいっぱい買えたりグルメを楽しめるの でしかもずっと屋根なんですよその商店街は。なので雨の日でも楽しめるスポットとして、牧志公設市場っていう市場を僕はおすすめはしてます。でもう一つはアメリカンビレッジですかね。今ここもアメリカンビレッジなんですけど、アメリカンビレッジも結構、お店が立ち並んでたり屋根があったりとかっていうのがするので、全然雨の日でも、楽しめる施設になってます。まあさすがに海はこのように
広がってるんですけど、やっぱ雨の日やと海はそんなに綺麗ではないです。ただ楽しむことはできます。で、ショッピングを、するのであれば沖縄ライカムというのが、北中城という場所にあります。でかなり大きいショッピングモールです。まあ、でも言っちゃえばどこにでもあるなんかショッピングモールではあるから沖縄をなんか感じるみたいなのはあんまりないかもしれないです。うん、でもう一個が、最近できた浦添市に最近できたパルコシティ、多分本土にもパルコってあると思うんですけど、あれが沖縄にも、できました。それも本当最近できたので、まあ、行ってみても面白いかなとは思うんですけど、ここもまあ沖縄独自のお店はもちろん入ってるんですけど、沖縄感をめっちゃ感じるみたいなことはちょっと難しいかもしれないです。他は いやでもやっぱり雨の日の沖縄は外れですね。外れですか？外れです雨の日このカメラで撮ってるのは編集もやってる一徹というものなんですけれども、沖縄県生まれ沖縄県育ちですの人間が雨の日は外れですと言っていますそれはそういうことなんでしょう。旅行で例えば2泊3日、旅行にぐるってなった時に3日とも雨やったら本当に運が悪いと思ってください。晴れた時と雨の時の沖縄の楽しみ方って全く違うんです。じゃあその天気のいい時をどうやって狙えばいいのか、これは実はあるんですよ。沖縄の天気がいいタイミングで旅行に行くコツっていうのは実際あります。これはすっごい単純なんですけど、7月と8月を避けてください。これだけです。7月と8月は、梅雨が被る可能性と、6月からですね、6月中旬から8月末までを避けてください。これは梅雨が被るタイミングであるということと、最も天気が変わりやすい3ヶ月やということと、あと台風が来やすいということがあります。この3ヶ月を避けて沖縄旅行に来ると晴れてる可能性が少し高いです。で9月10月って沖縄普通に暑いので、もう30度普通に越すの で9月10月ってもうなんか秋じゃんみたいな、秋やからもう寒いんちゃうかみたいなを思う人多いんですけど、暑いです。普通に暑いです。なので7月8月ばりの気温の楽しみ方をできる、なおかつ春の日が多いので、うん、狙うとしたら7月8月を避けていただければ、雨の日を避けることができるっていうようなメカニズムになるんです、沖縄のまあまあちょっとずれそれたんですけど、沖縄の天気予報は当たらないのかに関しては、当たらないわけではないが当たらないことの方が多いっていう感じです。だから当てにしないでください。全然当てにしないでください。だから逆に言うと、明日からずっと雨やん沖縄ってなっても悲観しないでください。晴れたり全然するので、また次の動画よろしければご覧ください。チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いします。